はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、目標設定、このテーマについてですね、お話をしていこうと思います。はい、改めまして、臨床教育メンター斉藤誠の、毎週土曜日のですね、臨床教育メンター養成講座のお時間となっております。まあね、毎回、つい盛り上がってですね、話の内容を随分持ってしまいますんでね、今回はシンプルにいきたいと思います。目標設定とは言ったんですが、正確にはですね、設定した目標を評価する。これがテーマです。まあ、というのもですね、あなたはこれまで目標を立ててきた経験値は、まあ、十分あるとは思うんですが、誰かに教えてもらったかといえばそうではないですよね。まあ、じっくりね、教えてくれる学校っていうのはもう昔も今もそんなにないみたいですからね。まあ、ようやく実習に出てですね、まあ僕のですね、マネジメント講座であるとか、作業療法学生虎の巻などを読んでくれた方がですね、教えてくれてたらまた違ってるのかもしれないんですけどね。はいはい、まあそんな感じでですね、実際今ですね、あなたが立てている目標、これをベースに適切な目標設定ができているかどうかを今回はチェックしていこうと思います。で、まずやってほしいのはですね、今あなたが行っている目標設定法、まあ、これで書き出した目標をですね、準備してほしいです。最近作成した患者さんの目標でも、まあ、年始に、あるいは年度初めに作ったっていうですね、自分の目標でも OK です。イヤーの認定講座を受けている方でしたら、認定講座を受け始めた時のですね、目標、そんなものでも OK です。まずは、ぜひ今書き出してください。さあ、どうでしょう。ぜひ今ですね、一度一時停止を押して書き出してくださいね。まあ、というのもですね、書き出すか書き出さないかっていうのがまあポイントになるわけですよ。何度も話題にはしてるんですけど、こういうものってね、実際のルールとですね、こちらが提案するルールと間違ってた方がですね、非常に良いです。いわゆるネガティブフィードバック、軌道修正が脳内で起こりますので、適切な方法を必ずインストールできるようになります。ということでですね、まあ書き出した体で話をしていっちゃいます。チェックするポイントは5つです。5つ。その頭文字を使ってスマートの原則。と呼ばれているものの紹介です。ですね、まず S、スペシフィック、その目標は具体的かどうか。M、メジャーレイブル、評価可能かどうか。A はアグリード、同意できているかどうか。R はリアリスティック、現実的かどうか。T はタイムリー、期限が設定されているかどうか。この5つです。さあ、実際にですね、このスマート、と呼ぶくらいですから、これらすべてがね、ちゃんとチェックできれば、スマートな目標設定になります。まあ、それぞれもう少し説明していきましょうかね。まずね、S、その目標は具体的かと言ったのは、まあ、そもそも目的と目標が違うっていうのはね、もう分かってるかとは思うんですが、方向を決める、まあ、目的地を決めることですから、まあ、それに向かってですね、今日はどのくらい進めば、まあ、何日でどこまで到達できるのか。それをね、より具体的に考えていくステップっていうのが、まあ、目標なわけですね。まあ、おすすめなのが 5W2H とかでね、考えることなんですけどね。そして、はいはい、次は M。ね、評価可能かどうか、ね。これ学生さんとかがよくやりがちなものなんですけど、まあ、評価方法を決めずに突っ走ってしまう。ね。何をどのように評価すれば誰もが納得いく。現状把握になるのかどうか。これをね、あらかじめ考えておいた方がいいです。で、僕のおすすめは、なるべく数値化をするってことなんですけどね。はいはい、そしてですね、A かな。はい。同意できているか。で、目標を立ててみたはいいけど、自分の本心、これとね、かけ離れているとやる気は起きないわけですね。物事が進まないですし、何しろね、魂の底からそれをすると。で、あなた自身の魂とですね、同意できるかどうかっていうのがポイントですね。魂言ってますけど、まあ、
本当のところのあなたの気持ちってものですね。はい、そして R、現実的かどうか、ね、リアリスティックなんて言葉ですからね。で、前僕はね、そんな枠を狭めて考えちゃいかんよって言ったこともあるんですが、そういった夢ね、これは無想的に無限大にイマジネーションの赴くままに考えていただく、これで OK なんですけど、目標設定の段階に移っていたらちょっと違います。まあ、少しずつのハードル、ちょっとの努力は必要なんですけど、その努力をですね、一つ一つやり遂げていくと、まあ階段みたいなものですよね。そういった達成できる階段というものを作っていかなきゃいけないわけです。まあ、でないとね、もうものすごく大きな壁を目の前にしてですね、立ち尽くしちゃうわけですよ。うわ、手届かねえわ。それは届かないですよ。階段ないわけですからね。階段作っちゃえばいいわけです。まあ、それが目標設定と思ってください。さあ、そして最後 T、タイムリー。期限が設定されているかどうか。期限を切るっていうのはね、まあ、評価のタイミングを決めるということです。これ大切なことですよ。まあ、何せね、まあ、その日までにがむしゃらに突っ走ってね、達成するっていうのもまあいいんですけど、それって毎回うまくいくとは限らないです。まあ、先にも言ったね、軌道修正、ネガティブフィードバックのタイミングをあらかじめ設定しておけば、まあ、今やってることがいいのか悪いのかも分かってきます。ね、それを判断して、ね、進んでいければいいなというわけですね。まあ、場合によってね、そもそも目標を設定したことすら忘れてしまう場合もありますからね。まあ、そういうのは良くないですね。ということで、早速チェックしていただきたいんですけど、どうでしょうね。まあ、先にあなたのね、先にこう書き出してもらった。なんかイントネーションおかしいね。まあ、先ほど書き出した目標っていうものはね、どのくらいこの原則にのっとっていたかどうか。まあ、これはね、確認してほしいわけですよ。まあ、今回うまくやってなかったとかって言ってね、まあ、そんな状況でしたらいいチャンスですんで、ぜひ、見直してほしいわけです。ね、軌道修正のタイミングだったということですよ。まあ、だからね、まあ、できてなかったからといってね、まあ、なんというかこう、自信を失うようなことをね、ないように、思っていただきたいですね。で、目的は、ね、僕の目的ですよ。ね、僕の目的としては、あなたの、まあ、やる気とかね、自信を失わせることではないわけですよ。で、こういった目標を設定し直す、見直すっていうタイミングを作ることで、まあ、今日のね、今の瞬間から、患者さんのためであるとかですね、あなた自身のためになればいいなと。ね、そう思ってお伝えしてるんでね、絶対こう、ネガティブに、取らないでほしいなっていうところはあります。ね。あ、大丈夫ですよ。本当に。ね、今、こう、見直すチャンスがあったっていうこととね、実際患者さんにね、これまでできてなかったってね、悔しいであるとかね、まあ、そういった思いっていうのはね、もっとできたっていう、本当にネガティブな思いっていうのは裏返ればですね、患者さんに対して本当にこう価値のあるものを提供できる、そういったセラピストじゃないね、療法士になれるだけの素養がある、まあ、そう思ってますんでね、ぜひぜひそんな感情もひっくるめて、前に進んでほしいなと思っています。さあ、ということでね、まあいろいろと言ってきたんですけど、まあ気づいてる方もね、若干いるかなとは思うんですけど、前回の方向感覚、ね、センスオブディレクションっていうもの、ね、これについて考えてもらったっていうのはね、まあわけがあるわけですよ。方向感覚を鍛えていくとですね、人生の目的っていうものが見えてくるんですけど、その目的がね、さっき言ったように大きな壁になってしまっては、それは、もったいないわけです、ね。壁は乗り越えるためにあるわけですから、だったら、それをね、なんというのかな、瞬発力で、その場限りで乗り越えるんではなくですね、一歩一歩積み重ねて、で、誰でも乗り越えられるようにね、階段を作っていくっていうのがね、まあ、ポイントになってきますんで、
より具体的なステップに落とし込む、ね、そのために目標があると思っていただければいいなと思っています。まあ、ぜひですね、あなたの夢に向かって小さな一歩、これを踏み出していただけたらなと思っております。はい、ということでですね、今回はこのくらいにしておこうと思います、ね、ぜひこの目標のね、評価、ね、自己チェックっていうところでもですね、また新たに作るときにもこれを、今回の内容をですね、ぜひ活用していただければと思います。はい、アイデア副会長臨床教育メンター斉藤誠の臨床教育メンター養成講座でございました。これからですね、またどんどんお伝えしていきますんで、ぜひぜひ今後もご視聴ください。はい、追伸でございます。目標設定ね、という意味ではですね、今後、やはり僕がね、なんで今度の第3回のアイエア学会でプレゼン大会したいって言っているのかっていうのもね、多分、あれだよね。なんでかよく分かってない人いますもんね。単純にね、なんかもっとね、セラピストじゃなかった、療法士をやってる皆さんがね、自分の言葉で、自分の思いっていうものをね、どんどん周りに伝えていっていいなと思うわけですよ。これがね、できるかできないかっていうことでですね、これから先の療法士としての生き方というものがね、絶対変わってくると僕は確信しています。ね、これまで診療報酬の中でですね、その中だけでやっていればですね、来た患者さんに対してリハビリをしていれば OK っていう時代ではもうなくなってきます。ね、包括化されてしまったらですね、その包括化された中で、給料が変わらない中でもっと、こうね、ちゃんと自分がリハビリのためにこのくらいの時間と単位、単位でもな、すらなくなってしまうかもしれないわけですよね。包括化されたらね、出来高じゃなくなるわけですからね。そうなったとしてもですね、ちゃんとこう、多職種の方に対してですね、プレゼンできる。プレゼンって言うからみんな恐れたりとかするわけですけど、自分のやりたいこと、ね、そのやりたいことをやったことで、患者さんがどう救われるのかっていうのをですね、ちゃんとこう伝える力っていうものをね、持ってほしいなと思ってますんで、まあ、ぜひですね、これからどんどんプレゼンのですね、まあ、講義っていうものも僕していきますんで、ぜひですね、こう、人に伝わる、ね、3分間で本当に相手に自分の思いを伝えていくっていうですね、そんな内容を一緒に作っていけたらなと思っていますので、ぜひ今後ですね、一緒にそういったものを育んでいけたらいいなと思っております。まずはですね、来週というか、まあ、これを視聴した人によっちゃうな、ちゃんと日付を言った方がいいね。1月の20日でいいのかな？はい。大阪、心斎橋でですね、感動プレゼンの体験講座を行っていきますんでね。そこでもうすでに、部屋がそんなに広くないんでね、大人数ではできないんですよ。本当にこう、今もう 4名くらいかな、申し込みあるわけですけど、入ってもあと1人か2人くらいです。参加したいという方はですね、今のうちに声をかけてください。ね、締め切ってしまう場合もありますんでね。まあ、今回ね、第3回学会は大阪開催ですんでね、できれば本当に大阪で何回もこう、感動プレゼン、であるとかのマスターコースもそうなんですけど、ね、体験講座も何回かやっていきたいなって思ってますんで、ぜひですね、この機会にですね、受講していただけると嬉しいなと思っています。はい、ということで、今回このくらいにしていきます。ぜひですね、また皆さんと直接お会いできる日をですね、楽しみにしておりますのでね、会って直接お話ししていきましょう。ということで、本日はご視聴いただきありがとうございました。